遊び。遊びとは、知能を有する動物、人を含むが、生活的、生存上の実利の有無を問わず、心を満足させることを主たる目的として行う、ものである。基本的には、生命活動を維持するのに直接必要な食事、睡眠等や、自ら望んで行われない労働は含まない。類義語として有義がある、詳細講述。遊びは、 それを行う者に、充足感やストレスの解消、安らぎや高揚などといった様々な利益をもたらす。ただし、それに加わらない他者にとって、その行動がどう作用するかは問わないのであり、たとえ他者への悪意に基づく行動であっても当人が遊びと認識するのであれば、当人に限ってそれは遊びとなる。無論、他者はそれを容認しない。和語、遊びの語源について、 定説というべきものはないが、大葬儀の際などに上がり、も、狩りの真事に従事することを食とした忍べである、遊びべが古代に存在したことなどを論拠、その本義を、神道の真事に関わるものとする説がある。漢字の、優は、と、揺れ動く意図をととを示す、優によって構成され、ゆっくり道を行く意を持つとともに、遊ぶ意をも表している。遊うに、言に、ウィクとは、 第一義に、遊びたあむれること。第二義には、子供たちが行う、音楽に合わせた踊りや運動であり、美化語で、お遊戯とも言う。ただし、遊戯と読むようになったのは、明治時代以降であり、それ以前は、湯気、時に、湯気もしくは、遊戯と読んでいた。さらに元を正すというに、戯、古くは、湯気、遊戯は、仏教用語であり。 一切の精神的束縛から脱した、自在の境地に達していること、あるいは、その境地に至った人、すなわちフッツや菩薩及びそれに近い修行者が、自由自在に振る舞うことを意味する。その意味においても、神道の神と交わることを原理とする和語、遊びに由来する、遊び遊びとは異なる。遊山、遊山、遊山は、他の語義もあるが、一義に、気の向くまま三夜に出かけて遊ぶこと、 現代日本語で言うところの、行楽、ピクニック、ハイキングに近い、一義に、気晴らしに遊びに出かけることを言う。物見遊山は、物見、見物して遊山すること。気の向くままに見物して遊び歩くこと。春遊は、野外に出かけて、春を楽しむこと。以下は、遊の原義に近い、道を行く意が強まって、遊覧は、見物して回ることを、遊歴は、旅をして、 各地を巡ることを、万有は、気の向くままに旅をして、各地を巡ることを、銀遊は、各地を巡りながら歯科などを読むことを指す。外遊は、外国を旅すること、外国に留学すること、及び、昭和、平成時代に見られる用法としては、研究、視察、交渉等々何か重大な目的や使命を帯びて、外国を旅することをも意味る。留学は、故郷を離れて、 他の地域、他国で学問することを意味する。遊興は、面白く遊ぶこと、遊び興じること、特に、料理屋や待合などで酒を飲んだりして遊ぶこと、または特に、酒と色ごとに興じることを意味する。遊びは、それ自体が、人間、社会にある人にとって楽しい自己充足的行為の典型であって、それゆえ古くから、多くの遊び論が叙述されてきた。 中でも、オランダの歴史家、ヨハン・ホイジンが、ハイチン派とフランスの思想家ロジェカイヨワによる研究が、古典的な論考として重要視される。また、遊びは、様々な面において、人間性ないし、人間性の本質と関連づけて扱われる傾向が、見られる。ホイジン側、人間を、ホモ・ルーデンス、遊ぶ人、遊戯人と呼び、遊び、ルーデスこそが、 他の動物と人間等は勝つものであり、政治、法律、宗教、学問、スポーツなど、人間の文化はすべて遊びの精神から生まれた、あるいはあらゆる人間文化は遊びの中において遊びとして発生し、展開してきたものであると主張した。他の高度な知能を有する動物に比べて、人は特に遊びが多様化、複雑化しており、 生物として成熟した後も遊びを多く行い、生存には全く不要と思われるような行動も多く見受けられる。これを他の動物内視生物との区別と捉える考えがある。遊びは大きな文化として確立しており、また商品の売り手にとっても市場を左右する要因としても重要である。個人の日常化した遊びを特に趣味と呼ばれる。訓練や学習など、 他者から強要されることに苦痛が伴うこともある。営みも遊びの中で習得していくことは楽しいとされ、それゆえ、これらに遊びの要素が取り入れられることがある。ホイジン側、著書、ホモ・ルーデンスで子供の遊びだけでなく、企業活動、議論、戦争、人間の活動のあらゆる局面に遊びのようなルールと開始と終わりのあるゲーム的性格が見られると指摘。 人は遊ぶ存在であると述べた。フリードリヒシラーも人は遊びの中で完全に人であるという有名な言葉を著書人間の美的教育についてにおいて残している。フランスのロジカイヨワはホイジンがホモルーデンスから大きな影響を受け遊びと人間を執筆した。彼は遊びのすべてに通じる普遍の性質として競争、運、模擬、めまいを提示している。 また、カイオアによれば、遊びとは、以下のような所得調を有する行為である。人はなぜ、どうしてもしなければならないわけでもない、非生産的なことをわざわざやるのかということに対する、答えとしては、自身の有する、技術的、知的、身体的、精神的能力を、最大限にぶつかりしたいためであるという説明が、なされる。そして、カイオは、これは、人間が、 慢性的にエネルギー過剰の状態にあって生存するのに必要不可欠な量を超えた過剰なエネルギーを発散する必要あるためであるとし、こうしたエネルギーの無駄遣いから遊びが生まれ、さらにそこから人間の文化が生まれてきたのだと唱えた。カイオアは遊びと人間の中で遊びを次の四つの要素に分類している。ほとんどのスポーツ、囲碁、将棋、チェスなどの勝負時、 クイズなどの知的ゲームはアゴンに属し、ホイジン側、学問や政治はアゴンの進化したものと捉える。この4類型を複合させることも可能であり、例えば、マージャンやトランプはアゴンとアレアがミックスされたものであると言える。また、それぞれの類型において、ルドゥスとパイディアという2つのモード、スタイル、様式があり、 前者は、確然としたルール的制約の存在するものであり、後者はルールらしいルールがなく、あってもごく緩やかなものである。同じアゴンであっても、ボクシングや柔道、レスリングは、ルドスに属するのに対し、ただのとっくみ合いは、パイディアである。一面において、遊びは、人生に、不可欠の資質がベースとなっている。アゴンは、闘争本能、アレアは決断力や単力。 ミミクリは模倣本能、イリンクスは不快感に耐える忍耐力を必要とする。したがって遊びはこうした人生に不可欠な資質を無駄遣いしながらそれを鍛錬する場ともなっている。遊びが人生に不可欠の資質を鍛錬する場でもあるということから子供の仕事は遊ぶことであると言われることが多いように子供の発達に特に重要な意味を持っている。 運動能力や知的能力を競うことでこれらの能力が発達していくと同時に闘争本能も磨かれる。その一方で、勝っておごらず、負けて悔やまずという、おおらかな人生態度も学ばなければならない。そしてまた、多くの遊びには大なりこなりのルールがあるので、ルールに従うフェアプレーの精神が培われ、ルールがあるからこそ、社会が成り立っていることを知らなければならない。 喧嘩にも作法があることを学ばなければならないのである。発達心理学においては、遊びの発達は、社会性の発達と関わっていると報告されている。子供の遊びの様態を観察した結果、乳児期の遊びの始まりは探索行動と遊びの転換現象に見られる。乳児は、新規なものを与えられると、はじめは警戒し、次におずおずと触り始め、叩いたり舐めたりし探索する。 一通りの探索を終えて、対象の正体に安心を覚えると、叩きつけて音を出すなど、同じ行動を繰り返すようになり、笑顔や笑い声を出すようになる。子供は、一人遊びをするが、やがて同じ年頃の子供と並んで、しかし関わり合わずに遊ぶ、平行遊びが見受けられるようになり、やがて他人と共同して行う、協力遊びへ移行することが確認されている。 兄弟などで遊んでいると、上の子が遊んでいる時に、下の子が乱入してきて、上の子が怒るといった場面が見受けられるが、下の子を入れてあげられるようになるためには、ある程度自分の遊びが確立していなければならない。また、プレイルームでの観察によると、3歳児など年齢が低い場合、いろいろな遊びをつまみ食いするようにして、室内を移動していくが、年齢が上がって4、5歳になると、 いくつかの遊びに腰を据えて取り組んでいけるようになる。幼児の注意持続時間も年齢と共に上がっていくので、一見移り気な3歳児の行動は、年齢相応の注意や、興味の持続とも関係があると思われる。小学校3から5年生ぐらいは、ギャングエイジといって、決まったメンバーでの群れ遊びが多くなる。単なる鬼ごっこヒーローごっこ、砂場遊びではなく、 ドロケーハンドベースなどルールが複雑な遊びをしたり、秘密基地などを作って遊んだりする。そういった仲間での遊び喧嘩を通じて、子供たちは社会性を学んでいく。しかし最近は都市化や塾、習い事スポーツで忙しくなり、遊びの三権、時間、空間、仲間が失われている。そのため遊んだとしても少人数でゲーム、おしゃべりで、ギャングエイジが喪失している。 ギャングエイジを経験しないと思春期以降につまずきやすく、特に男子が弱くなったと言われている。また不良グループは遅れてやってきたギャングエイジとも言われている。ごっこ遊びは振りとごっこ遊びに分けられる。振りは振り行動とも呼ばれるが、日本では見立て、見立てと言われる。A を B とみなすためである。小石を飴玉と見立てて遊んだり、 コップに泥水を入れて、ジュースと呼ぶような行動がそれである。物を物としてしか扱えない感覚運動期、乳児期から、物を別の物として扱える表彰の時期に入ったことを示している。三歳以降には、不利行動に物語性が加わり、ごっこ遊びらしくなってくる。また、以前には、親の促しや代弁によって成り立っていた不利行動が、主として、 子供の力で展開するようになるのもこの時からである。子供の遊びには様々なものがある。ここではルールが明確な鬼ごっこについて記述する。1対1の鬼ごっこが基本である。ルールとしては鬼が逃げる子を追いかけて捕まえるという遊びである。保護者や保育士といった大人が子供を追いかけて捕まえることが多い。繰り返して遊び、ルールの上では終わりがない。 疲れるか、飽きるまで行われる。子供同士で遊ぶ場合、目印が必要なこともある。目印の例として、タオルをズボンに挟んで尻尾にするなどがある。尻尾を取られたら終わりなので、尻尾鬼と呼ばれることもある。鬼の面をつけることも、役割を意識させる上で有効である。逃げる子には、誰が鬼かわかるため逃げやすい。また、鬼、鬼の役割ができなくて、 子と一緒に逃げてしまう子供やみんなが、自分から逃げるから泣いてしまう子供にとって、お面をつけることで、鬼意識、役割意識を持つ手助となる。大人は、鬼の仕草をしたり、ガオという声をつけて鬼であることを示す必要がある。この年齢の子供は、目印がないと役割、鬼、子を維持できない。また、鬼に捕まると本当に泣いてしまったり、逆に鬼に殴りかかったりする子供もいる。 役割、ごっこの要素が強く、タッチされるだけで鬼とこの役割を交代するのは、まだ難しい。鬼が子を捕まえる点は変わらないが、逃げる子は3から10人になる。集団は装備と言われるようになる。鬼の数が増えたり、手繋ぎように、捕まると除外されたり、ため、鬼、捕まった子供を助けるルールが追加される、助け鬼などの発展をする。 地域によって名称やルールは異なるが代表的な遊びを挙げる。これらの遊びはルールの違いによって3種類に分けることができる。人間が行う遊びは非常に多岐にわたっており自然発生的に形成され世代や地域ごとに伝えられていくものとパッケージ化、商品化して提供されるものがある。パッケージ化された電動式の玩具、キャラクターものなどは 人間の想像力の成長を阻害するとして、批判の対象にされることもある。またゲームなどは一人で遊べる、友達と一緒でもコミュニケーションが少なくなるなど、社会性の発達を阻害していると言われている。男子のゲーム依存、女子のスマホ依存、第 2SNS は、教育現場において問題になっている。思春期以降になると、ファーストフード店でのおしゃべりショッピングや、 ゲームセンター、カラオケ、園地など、商品化された遊びが中心になっていく。社会人になると、飲み会、旅行、イベントデートが中心になり、子供ができると遊びを提供する立場になる。職場、顧客、親戚との付き合いなど、義務的な遊びも増え、婚活デートなどは、遊びというより結婚するための手段になっている。その中でもサークル活動は、商品化、 義務化の影響は小さいと言える。ボランティア活動、宗教活動、地域コミュニティなども講義には遊びに含まれる。一方で広大で多様な市場を形成しており、いわゆる玩具など遊びに用いる器具は素朴なものから複雑で最新の技術を導入したものまで様々な物品が流通している。また、この玩具と遊びを通して教育や 能力開発を行おうという考え方もあり、チー玩具のように遊びを通して成長を促そうという分野も存在する。遊び行動は高度な知能を備えた動物において成長途上にある個体に多く見られるほか、成熟個体にも少なからず見られるものである。これは動物が生きていく上で必要な身体能力、筋力、心配能力、持久力、 運動能力等を意味する体力、免疫力等を意味する基礎的体力、知識、経験などを自ずから習得する、あるいは鍛錬するために備わった性質と考えられる。動物は遊びの中で狩りやコミュニケーションの方法を学んでいく。人は成熟後も遊びを行うのが一般的である一方、人以外の動物は成熟するとあまり遊ばなくなると言われてきたが、必ずしも研究者は そのようには捉えていない。また、家畜化及びペット化された動物、特に犬や猫などは、成熟後も遊びたがる傾向があるように見える。犬や狼等は遊びを通じて、互い向く性と公正性の社会規範を教えられる。野生動物でも、遊び行動は哺乳類と鳥類に広く見られ、成熟した個体であってもそれが見られる。哺乳類の中でも霊鳥類はよく遊び、 霊長類の中でも、類人猿はよく遊ぶ。哺乳類では他に、クジラはよく遊び、クジラの中でもハクジラ類がよく遊ぶが、ハクジラ類の中でもイルカの遊び行動は、観察機会が多いこともあってか一般にまで、広く知られている。原生ゾウメ、長尾目のゾウニ属、ロクソドンタ属、アフリカゾウ属とエレファス属、アジアゾウ属もよく遊ぶ。また、デのような一部の類でも、 物体遊びである可能性がある行動が確かめられている。霊長類、霊長目、猿目の遊びは、その形態的特徴から、運動遊び、物体遊び、激しくとっくみ合う、闘争遊び、ごっこ遊びに代表される創造的な遊び等に対別することができ、他にも未成熟個体による記事性行動や子守行動を遊びとみなす研究者もいる。 他者と遊ぶにあたって、掴む、叩く、突き放す、蹴る、噛む、追う、逃げるなどといった、闘争時にこそ取ることの多い行動に及ぶ際は、本気ではない。胸を確実に伝えておくことが必要不可欠あり、このような遊びのためのシグナル、プレイシグナル、プレイマーカーとして、最も明瞭なものに、遊び顔、遊び声、及び遊びたい時以外で使われることのない特別な、 行動がある。鳥類では、オウムモクはよく遊ぶことで知られている。スズメメに属する、スーカもよく遊ぶが、中でもカラスカはよく遊び、カラスカの中でもカラス属はよく遊ぶことで知られている。観察機会が多いこともあって一般にも広く知られている。エイムズ、ルイーズ・ベイツ、ユアホー・イヤー・オールド、ワイルド・アンド・ワンダフル。5、おさむき。